皆さん、こんにちは。SEK 現役トレーダーの遠藤です。データでの調子はいかがでしょうか。まもなく5番、11時半、スタートとなります。今日、注目していた銘柄、霞ヶ関キャピタル3498などは、いい形で利益確定できたことと思います。で、5番よりですね、窓を開けてスタートする銘柄か、窓埋めに走ることはよくありますので、まあ、それをですね、見越して皆さんでしっかりと、まあ、取っていきましょうということになりますが、まあ、だからといって空売り銘柄ですね、特にどういった銘柄があるのかということをお伝えしますと、例えばこういう銘柄、ストップ高をつけた銘柄ですね、まあ、こういったものに入るという選択肢があります。で、これは、まあ、当日ストップ高なってみてからの銘柄になりますので、まあ、事前注目銘柄ではありませんが、まあ、それでもですね、ストップ高つけた銘柄、ここに表示されますのでね、こういった銘柄の崩れを狙うという選択肢は、まあ、大いにあると。で、デイトレ有望銘柄に関しまして、皆さん、受け取っていただいておりますでしょうか。まあ、かなり参考になっていると嬉しい報告、たくさんいただいておりますので、まあ、皆さん、やはりいい結果を出していただいているということになります。もし、それでもですね、うまくトレードがいかない、損失がどん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 拡大しているという方は、何か間違ってます。ロスカットをとにかく早く徹底するですとか、そういったことを行うことによって、損を最小限に抑えることができますので、必ずですね、ロスカットは素早く、利益は伸ばしながら行っていただくことをお勧めします。イーロシットはもう間もなく崩れますね。9327。できれば76万株ありますので、今日おそらく100万株近くいくのかなというふうには見ておりますが、どうでしょうかね。あと STG ですね。IPO です。昨日上場の IPO 銘柄。まず先ほど見ていた銘柄となります。窓をですね、もっともっと大きく上げてスタートしたら、V アップ超えてスタートしたら V アップぐらいまで戻るのかなと思っていたんですけど、全然上げなかったですね。あと9327、色々とはもう崩れました。あと ACSL ですね。昨日もストップ高つけて、まあ、今日もストップ高つけてと。昨日はストップ高つけて剥がれました。大引け直前ですね。あとはダイヤモンドですね。ダイヤモンドエレクトリックホールディングス。ストップ高。こちらも剥がれていると。あと9338インフォリッチ。ストップ高。で、また再びストップ高。まもなくストーンというのが9338入ってくるかもしれません。あと北越コーポレーションですね。プライムの銘柄2865。まあ、こちらはもうすでに崩れていて、こういう銘柄への空売りも面白いですね。まあ、ちょっとですね、日経がまあ上げすぎていたこともありまして、今日はまあ下げに転じていると、このような形になりますね。5番。今日の安値更新。12時31分に今日の安値つけてます。そして個別見ていきますと、4824メディアシークなどなど、これもストップ高。つけてまだ剥がれていない状態となっておりますが、いろんな銘柄ありますのでね、まあ、今日見ていたトライアルですとか、まあ、買いのポイント、もう一度もありませんのでね、ポイントがない場合には絶対に手を出さないということ。まあ、今日何を言いたいのかと言いますとですね、チャンスがない銘柄に対しては絶対に手を出さないようにしましょうということをお伝えさせていただきます。で、事前有望銘柄でですね、本日用のデイトレ専用銘柄でチャンスの来た霞が関とかは丸です。そういったものをエントリーして OK ですけれども、その後利食いに押されて崩れてきた、だからさっき利益確定できたから今安いから買うというのを絶対に NG となりますので、ここですね、皆さんしっかりと意識していただいてトレードに臨んでいただきたいと思います。とにかくやってはいけないことをやってしまう方多いです。そういった方からのご質問、お問い合わせいただきますけれども、じゃあなんでそもそもそのトレードを行ったんですか、ということになるんです。例えば、いろんな銘柄があります。じゃあ、これはどうでしょうか。4260。ハイブリッドテクノロジーズ。出来高6万株です、今日。これを、今日、安いから買いました。まあ、チャートで見ると、このような形です。見えますでしょうか。確かに、安く見えますよね。安く見えるけれども、さらに下がりやすい銘柄ということは皆さんお分かりでしょうか。上値が重いんです。
上蓋があって、上に重しのようなものがどつとか大きな岩のようなものがある状態、これを打ち砕くことができれば株価は上がっていきますけれども、打ち砕くことができないほどの分厚い石、岩、重しがあるんです。そうなってくると、今のようにハイブリッドテクノロジーですね、下げている。マイナスも3%です。5も始まってからも下げてます。1段下げてました。でも、多くの個人投資家は、今この銘柄安いから、だって前1200円いってたでしょ。いってましたよ、1200円。ここです。今下がってるから、今のうちに買っとけばいいじゃないか。デイトレでも何でもなくなりますよ。今日のデイトレの上限を662円ですよ。1200円までやるんだったら、本当に長期戦略、中長期戦略じゃないと買えない。しかしながら、これも中長期戦略無理ですよ。月で見ても週で見ても上値が重い。つまり高値を掴んでいる。未だに苦しんでいる投資家が多い銘柄の一つと言えます。しかも商いが少ない。市場参加者、このハイブリッドテクノロジー勢の参加者が少ない。結論から言うと、チャンスがないんです、この銘柄。にもかかわらず、今安いからといって買ってしまった人は、含み損拡大するだけになります。例えば、チャンスのない銘柄、マイクロアド。できるだけ23万株ありますが、どうでしょうか。今安いから買ってしまうと、このような形になります。上値の重い銘柄なんです。ですので、チャンスのない銘柄には絶対に手を出さない。買いのタイミングが来ない限り、やらない。徹底してください。こういうことをやらなければ、負けを少なくできる。もっと言うと、回避できるんです。負けを、無駄な負けをなくすことができるんです。徹底してください。2月14日の決算内容、現役でした。今安いだろう。14日に買った人たち、1段2段下げてます。決算発表を受けて、いや、悪材料出尽くしじゃないかと思う方もいらっしゃったかもしれません。翌日反発してスタートしましたから、翌日663円からスタートしたんです。663円ですよ。それを未だに含み損が出たからといって保持していると、デイトレでもなくなりますし、ましてや、買っちゃいけないんです。下がりやすい銘柄となりますので、注意してください。じゃあ、買っていい銘柄はというと、今日の3498、霞が関のような上昇トレンドが継続している銘柄です。上ですよね。トレンドがこう上昇ですよね。今は買いのポイントはありませんが、今日の朝ありましたよね。朝1。もう10時までにトレードを終えれば十分です。見てください。もう例えば3分出しますと、このような形です。朝、プラススタート、売りに押されてマイナス圏、その後反発上昇をしていった場面。いいですよね。必ずしも朝の高値を上に抜けてから買う必要もない。まあ何度もない。同値撤退して、また何度もやって、結局プラスで終える。300株入っているだけでもナイストレード。500株入っているだけでも10万円の利益確定となります。こういう銘柄に入る。じゃあ、どういう銘柄か。事前注目銘柄。昨日出した銘柄です。本日用として。そういった銘柄にチャンスが来たら、買いのポイントに合致したら買う。絶対にこれをですね、皆さん守っていただいて、皆さんの感情だけでエントリーはしないようにしていただきたいと思います。今日の内容は、ポイントがない銘柄に対しては絶対に手を出さないようにしてくださいということ、これをお伝えさせていただきます。貸株の会員様には何度も何度もですね、同じことを繰り返します。徹底していただきたいからです。そして、まあ、YouTube をご覧になっている方、初めて今日、あ、こんなこと初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれません。負けないトレードのやり方。それはビジネスですからね。ギャンブルでもありませんので、必ず勝つ人と負ける人がいる。特に国内の個人投資家は搾取されていますよね。8割から9割の人が負けている。それは各証券会社、SBI も楽天も松井も野村大は全部開示してますよね。個人投資家の評価損益、マイナス70%、80%、マイナス90%、ほとんどの方が負けている現実。
評価損益皆さんマイナス多いです。今年はどうなるか分かりませんが、勝っていただきたいんです。私も勝っていきます。皆さんも勝っていただきたい。だからこそルールは徹底する。余計な銘柄に手を出さない。これを皆さんお約束していただいて、来週月曜日からのデイトレード頑張っていただきたいと思います。今日の内容は、チャンスがない銘柄へは絶対に手を出すなということ、これを知ってください。ポジポジ病になってはいけないということです。この動画の内容が参考になった方は、いいねボタン一度押してください。また、動画をご覧になられた方、コメントなどですね、いただければ幸いです。そして、我々が毎日皆さんに無料にてお送りしております、デイトレード翌日用のですね、デイトレード有望銘柄、まだ受け取っていないという方がもしいらっしゃいましたら、今すぐ受け取ってください。下に概要欄あります。リンク先クリックしていただければ、メールアドレス登録していただければ届きます。ぜひ有効活用してください。無料です。では、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。引き続き、デイトレード頑張っていきましょう。失礼いたします。